皆さんこんにちは、ケーキ丼でーす。今回もラブゴイプラスゆっくり実況スプラトゥーン3やっていこうと思います。今回はホットブラスターなのね。最近は攻める系の気分なのか。この前ガチまでもみじが持ちぶつって言ってたんですけどね。ようわからんな。ですね。まあとにかく開始。とりあえず自陣塗りはある程度しとこう。ブラスターは塗りが苦手だからといって全くしないのはさすがに申し訳ないということで頑張って塗るなだ。何それ、あはアホの子になってる。アホですね。イカちゃんの生首落ちてんだよねこれ。怖い。ケーキ丼的にはスプラ都市伝説に入ってるそうだわ。まあ石像とはいえ生首は怖いよな。確かに確かに。しかしみんな塗り武器多いのになかなかすぐ前線に駆け込んでいくではないか。おいとか言って自分は怖いって。なんでホットブラスターの私が自陣塗りしてるんだよ。別にいいけど。あんた前に自陣塗り業者を自称してたでしょうが。あ、なんやお前。あ、待って、ちょっと待って。あ、なんでわざわざそっち突っ込んだ私。アホだな。アホですね。アホすぎてなんかもう泣けてきちゃうわ。スライドするスプラローラー使い、それはつまりチートでは。確かにスプラローラーはスライドできないもんな。チートといえばチートだけど、こういう面白い2つ名の人がいるから2つ名に対するこだわりがいぶんですね。マジで自陣塗りなんでせんのんや。だんだんおっさんみたいになってきてるぞ。別にいいけど。別にいいならいいけど、言いたいこと言えばいいのに。そうだそうだ、自陣塗りもしろ。自陣塗りはね、でもやっぱ大事だからね。言い出した。しすぎてもまあ迷惑になるけど。相変わらず細かいこだわりが。縄張りはまああくまで塗った方が勝ち。ははは、強に語り入ってる時にあっさりやられる。ケーキ丼あるあるですね。もう強にだけは本当に本当に相当苦手ですねこれは。体が拒否しようとしている。そこまでかよ。もはや50にアレルギーで臭い。裏もだんご言いたいだけのやつ。嘘、1回のデスでテンション下がりすぎだろ。試合時間もちょうど半分ですよ。待って、やめてやめて、殺さないで。ただ1キル取るだけなのに静かにできないんですかね。けど実況動画なのに静かだったら嫌でしょ。だから私たちはしぶしぶうるささを認めてるんだぜ。けど今回は文化うざいわね。待って、怖い怖い。絶対にビビりすぎだってんですよ。待って、やだもう。マジでもっと特訓しろよ。敵さん私の苦手武器ばっかやんけ。苦手な武器多すぎ問題か。だってバリアブルはさ、丸みさぶっ飛ばしてくるしさ、キャンピングはヘイト買ってくるしさ、シャプマはカニ使うし、強いしエイムいいしブレないし。次から次へと出てくるわね。無理、私スプラ向いてない。なんちゅうことを。どうせスプラやめないんだから言わなきゃいいのに。手のひらクルーフラグね。危ね、ナイス直撃。今のもう楽しくなってる。早すぎじゃないですかね。エイムの神様が私に。エイムの神様、おっしゃよっしゃ、楽しい。手のひら返し早すぎー。手のひらくるくる。自覚はあるんだな。まあいいや、とにかくそんなことは今はどうでもよくて。確かにどうでもいいですね。グレバリグレバリグレバリ、オッケーオッケーオッケー、なめこなめこ。鉄さんには3をつけろと言ってるだろう。ガキまではなぜか3付けしてるのに。ナイス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 、オッケー。違う、待って、射程が思ったより短い。熱くなってきたところで残り15秒ですよ。まだまだいけるから頑張れ。そうだぞ、負けるにしても熱い勝負を。ちょっと待って、まだとりあえず頑張れ。もうマジで私3連敗はさすがに嫌だ。ナイス、頑張って頑張って。マジでプレイヤーさん、多分初戦なんだろうけど、初戦は勝ちだよね。なんか最後白熱してたわね。テンションはエグかったけど、ちょっと厳しいか。頼むぞ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 。どうだ、これはさすがに厳しそうね。うんうんうならないでも見た目でわかりますね、やっぱり。ねえ、もう言うてまだ3連敗だろ。一時の泥沼6連敗、アンドプラで負けまくりの時期に比べたら。全然納得いってないようですね。他の人が自陣塗りしなかったのが、よっぽど効いたのかしら。手のひら返しのこととかも覚えてなさそう。もう、バトル、ホーム塗り、アシスト一番上じゃん、私が。もうちょっと自陣塗りしてよー。頼むからー。やっぱりそこが不満だったのね。言うて味方さんもみんな、勝とうと思って立ち回ってるんだからな。味方さんのおかげで勝てたこともあるわけですしね。まあいいや、しょうがない。こんな時もある。そうそう。次こそは、絶対勝つ。そうだそうだ、その息だ。あ、これフラグじゃないですからね。今日はフラグ多いですね。フラグじゃないかどうかを確かめるのには、でも次回を見るのが一番だから次回も見てね。なんちゅう宣伝の仕方じゃっていう感じなんですけど。本当ね、本当ね。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントも、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆様、さようなら。